日本赤十字社は地震翌日の2日から全国の職員が救護班として被災地に入り、避難所で巡回診療などを行っています。奥能登西2町にある公立病院のうち珠洲市総合病院は救急対応のみとなり、通常の外来診療ができないことから臨時の救護所の設置が決まったということです。場所は道の駅鈴なりの駐車場で、明日午後にも開設予定です。救護所には医師、看護師、薬剤師が常駐し、外来診療から薬の処方まで対応します。日本赤十字社は今後要望があれば珠洲市以外にも設けたいとしています。